松村邦洋のためになれないチャンネル、どうもよろしくお願いします。どうですか、もう打線、まあ、近本選手も20打席ぶりヒットはありましたけど、なかなか良くなってきてるけど、やっぱり阪神の打線っていうのはこれストレートに弱いですよね。なぜそんなにストレートに弱いんだろうっていうと、大体ピッチャーの投球の半分はストレートなんだよね。だから当然ストレートを2ストライクまではストレートに狙いをつけるんですけど、なぜじゃあ阪神が弱いか、甲子園球場が広いからですよ。広いから1、2、3、いったと思っても届かないから、そうなったら逆に多分伝統なんでしょうけどね、変化球ってのはボールが止まるからね、一瞬溜めて1、2、のんなったら止まったとこでポーンと弾けばヒットが生まれる確率っていうのは高いから、はい、じゃあそっちを行きましょうが多分伝統になってる。可動式にしたらどう？え？これ足の攻撃的にはグーッと前に60m、なんかちょっと縮んだり、大きくなったりできるっていうことですかね、だから巨人の選手がバーンとライ守ってて、はい、ライトフライね、バックしようと思ったら後頭打つぐらいの、ね、ヤンキースタジアムはベーブ・ルースホームランを出せるために、はいはい、ライトだけすごく距離が短いんですよね。でも東京ドームでも阪神のピッチャーを抑えてるってことは、意外に狭くても勝てるようなぐらい、それだけピッチャーのレベル高くすぎるってことですね。高いね。だったら別にそんなに今広くなくても、狭くてもいけるってことですよね。そういうことだね。だから甲子園が東京ドームで勝てる、今ピッチャー抑えてるんですから。そうだよね、桐敷を抑える、石井も抑えれる、ゲラも抑えれる、今岩崎も抑えれるぐらいだと思うんですけどね、本当に投手王国になるんだったら甲子園をあえて、狭くしてラッキーゾーンつけても10メートル違うって、ちょっとねそれはもうしょうがないけどね。僕でもね、昔の悪夢の投手陣を思い出しちゃって、狭くなった瞬間からホームランが出るのか、なんか暗黒時代 のよく打たれてた時代の思い出したし、だ92年のあたりからラッキーゾーン撤去あたりからこんなにピッチャーって良くなるんだっていうのがね、そうすると亀山新庄の時に2位になったのは、ピッチャーは良くなったんですもんね、ローテができる中込さんとか湯船さんの時代っていうのね。そうだよね。右バッターの大砲が出てこないっていうのはちょっと寂しくない？そうですね。誰かいないの？大山がいますけど、やっぱり掛布さんの場合は生涯ホームランが349じゃないですか。はいはい。左翼に打てるよ掛布ですって。上に上げれば左翼に打てるよ掛布ですっていうね。一本岡さんがよじ登って取ったのがあるみたいで、本当は350だったらしいですよ。じゃあ逆に言うと岡さんとだって、あの辺は仲いいからね、だから阪神の広島の選手だったのに阪神のコーチになって、その1本取ってくれたことによって、左翼に打てるのは掛布ですって。影の功労者なんだね。功労者なんですよ、岡さんはね。真弓さんといつも一緒にそばにいましたけどね、側近で。右バッターの大山みたいなのがもっとしっかり、大山が基本的には中距離ヒッターなんだよね。球が高く上がる人ではない。岡本だとか巨人はホームランバッターじゃ、球が高く上がるよね。だから高く上がらないと風が押してくれないから、誰かはね、なんかああいうの見るとちょっと3対7を3対9にしてくれるような、とどめを打ってくれるアリアスみたいな欲しいですね。欲しいね。アリアスよく東京ドームは特に打ってくれたね、打ってくれた。ああいうのもちょっと欲しいなと思う。相手ピッチャーもういいですっていう諦めさせるようなバッター欲しいね。バッターが欲しいですね。野口どうですか？野口はちょっとこの時期よく出てきてますけどね。変化球に相当苦しむんじゃないかなと思ったら、そこまでじゃなくて見切れるぐらいのところまで行ったね。だけど変化球だろっていうことでね、向こうが相手が結構投げてきてるけどね、だからそこで耐えられるかどうか、見逃すとか見逃して自分の一番引きつけて打てるストレートをちゃんと待って、ミスショットをしないかだと思うんだけどね。巨人よりいいか、自分のところの選手が前側とか上がってきて、巨人また取ったよ。誰が取りました？モンテス。モンテスですか？はい。ちょっと巨人それずるくないっていうふうに俺はずっと子供の時に言ったんだけど、そんなことない。巨人は俺は一番のある意味正義だと思う。だってメジャーリーグなんかドジャースあれだけ強いのに、ちょっとデッドボール当たったりして選手がね少なくなったら、ガン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 取るんですよ。またメジャーってなんかちょっとあれですよね、日本と合わないけどそういうパターンですよね、容赦なく、ね、ソフトバンクもそうですからね、山川取って近藤取って、ちょっとくらいね、そギータ怪我してもね、いやちょっとずるいって感じにはなるけど いるにはいますよね。ただ、
これボランティアでやってるわけじゃないからね、はいはい、そういうビジネスというエンターテイナーでやってるわけだからさ、そこを怒るのもちょっと逆になんか、ね、そうですね、そう思ったらアップダウンクイズで鍛えて上げてこい、うん、アップダウンクイズで鳴尾浜行って上がってこい、そうそう、うん、だから自分のとこであの育てる方がほらお金かけるよりもこっちの方が素敵な野球を見せるでしょっていうのを阪神を見せつけなくちゃいけないんだよ、そうですね、だから島田帰りとかこう、うん、ね、あの赤星選手の背番号の53がもう見えてくる時ありますよ、だって島田帰りは本来だったらノイジーが来なかったら翌年のレギュラーを掴んでるようなもんだったんだからね、うん、それがノイジー来たことによってやっぱり外国人選手つかなくちゃいけないってことでちょっと不運なところに行ったんだけど、何自分のチャンスが絶対あるからっていうふうにちゃんと来たじゃない、うん、そうですね、うん、で本当ちゃんとあの苦しい時を助けてくれてましたね、うん、だから阪神ファンの方はそんなことはないって思うかもしれないけど、これね近本はちょっとねおかしくなってるんだよね、ポイントポイントではああ近本らしさっていうバッティングのうまさは見えるけど、もしかすると俺の9で終わってくれればいいですけど、年齢的なものの最高がもう頂点に行っちゃったんじゃないかなっていう、そういうことも考えなくちゃいけないんでね、そうなると島田あたりが今グーって取って変わることだってあるんじゃないかなと思って、うんうん、この間マツダスタジアムに、うん、ダンガーさんと僕がまあ行きましたですね、お二人でたまたま会ったんですか、たまたま会った、はい、30人ぐらいは他にもテーブルがあって、バーベキューができるんですよ、はいはい、そこで、あのビールからドリンクから全て用意されてて、キャンプに来た雰囲気でプロ野球を楽しんでくださいっていう、そこで、ね、バーベキュー、はい、肉、はい、焼きそば作ってたのが、はいはい、元広島の首位打者の翔太幸三さんです、そうです、俺らのために作ってくれてるんですよ、そうですよ、食べて食べて、翔太幸三偉いです、この俺と松村とあのね、トラックはい、そこはあの球場に向かってるんですけど、すみません球場に向かってる、はい、うん、息子さんで試合が始まってから我々っていうのはそこに楽しいバーベキューだとかいろんなものがあってワイワイワイがあるのに、はい、3人ともあのカウンター席でスコアつけたりとか野球しかで一切バーベキュー関係なしテレビ見てる時と一緒でね、球場に行ってるバーベキュー席に行った意味はなかったんで、高さんご存知の方はよくご存知だと思うんですけど、うん、急にツーショットインタビューに新たな方がご登場されたので、はい、ご紹介いただいていいですかね。ああ、うちのですね、はい、僕タップという芸能事務所の専務なんですけど、はい、そこのタレント俳優の虎太郎です、はい、あの実は僕の息子なんですけどね、もう熱狂的なタップのタレント虎太郎、阪神ファンで、はい、名付け親ですからね、そう名付け親、はいはいはい、こういう時だけ偉そうに聞きますから名付け親で、ね、はい、もうみんなでどうしようかってね、虎はの字は使いたいけどって言ってたのに、その時にまだ決まってもいないのにこんなでかい花にね、めいめい虎太郎って持ってきてくれちゃってね、はい、もうしょうがないなってことで虎太郎、虎太郎でよかったなと思ってますね、今思うと虎太郎でよかったなと、なんかウサ太郎とかだったらね最悪ウサギだ、巨人のだったらね、コイ太郎とかも嫌ですよ、コイ太郎ね、釣りバカ日誌の西田さんのコイ太郎だ、虎太郎で本当に良かったな、自分の名前をつけたのが松原さんって知ったのはいつです、いや幼稚園生ぐらいの時に、まあ、急にお家に来るわけで、はい、誰なんだまずこの人はっていうところで、うんうん、いや本当は名付け親でどうのこうのでっていう芸人やっててっていうところから、あこの人が名付け親なんだっていう高校野球の、ね、試合出てる時に夏の大会とかね、松村も来てくれてね、これは親だから行きますよね、うん、そうすると盛り上がること盛り上がること、ね、応援団席がうわー松村来てくれた、わーで、3回戦4回戦ぐらいでいとこまで行って西東京、そこで負けたんですよ、負けた瞬間お前が来るからねよお前がそうそう、あの村の中あの日本学園の紫の紫紺の方々がね紫紺の方々が怒ったんですね、あいつどうにかしろっつって最初はね、あの応援したんで俺ジャンプまでしたんですよジャンプしたんだから、あの日本学園頑張れよって高田文夫さんの母校でもありますし、横山大観、横山大観、はい、吉田茂の母校でもありますから、松村さんありがとうね、ありがとうね、忙しい中ありがとうねお前が来たから勝てたんだ、最後ダッカーさんと二人逃げて帰りましたお前らが来たから中野でご飯食べましたもんね、危ないから
さあ、太郎さん、今シーズンのタイガースどう見てますか、うん、今シーズンですか、うん、今シーズンはもう何回球場に行ったかなっていうぐらい行ってるんですけれども、苦しんでるけど、どう苦しんでるけど、最終的にはね、アレンパしかないでしょう。